豆キューン人体探検、皮膚病を治せ。なぜ計画が失敗ばかりするんだ？理由は何だ？はっ！ボス、これも全部あのガキたちのせいです。はい、そうです。もうちょっとのところでいつも邪魔するんです。一体奴らは何のために邪魔するんだ？そんなガキたちなんですって、ボス。とても恐ろしい奴らです。間抜けどもめ。本当に役立たずだ。追い出されたいのか？うん？違います。もう一度だけ信じてください、ボス。何をどう信じろと言うんだ。それなら、しょうがないですね。うるさい！奴らが毎回どうやって子供たちを助けるのか、監視カメラを設置して必ず明らかにしますから、ボス。よし、今度が最後のチャンスだ。今度失敗したら、浜だらかの培養液に閉じ込めてしまうぞ。はい、ボス。新たに培養した細菌だ。プールに負け。プール。やつらめ、プールに近づけないようにしてやる。必ずだ。はい。お姉ちゃん、僕今からプール行くけど一緒に行こう。うん、わかった。ちょっと待って、ケビン。もうちょっとしか遊べないじゃない。わかった。今すぐ行くわ。サム、プールは一人で行ってきて。私は博士の研究室に行かないといけないの。お姉ちゃん行かないの？博士、どうしたんですか？ソフィー、これを見てごらん。これは何ですか？ニキビダニの一種のようだが、子供の皮膚から発見された。ひどいわ。一般的に皮膚に寄生するニキビダニは健康に大きな害を与えないが、このダニは変種の強力な寄生虫だ。それじゃあ、もしかして。ああ、どうやら子供たちを狙って強力な菌や寄生虫をばらまいている悪い奴がいるようだ。ケビン、この前のあの人たちじゃない？うん。お姉ちゃん、博士。サム、どうしたの？何かあったの？また何か悪いもの食べたの？違うよ。泳いでいただけなのに急に体中が痒くて痛いんだ。我慢できない。サム、書くのをやめて。どうやらニキビダニに感染したようだ。ニキビダニがもっと増殖する前にどうにかしないと。人体探検隊、君たちの出番だ。サムの皮膚の中に入って炎症を起こしているニキビダニや細菌を捕まえろ。はい、博士。サム、ちょっとだけ我慢しろ。博士、今からサムの皮膚、表皮層に入ります。